はい、どうも。ですね、ちょっと外が暑いので、中に持ち込んでやっていきたいと思います。ちょっとね、思い立ったことがあって、やってみたいなと思ったことがあったので、メーターを外しました。で、まあ、メーター外したので、まあ、ちょっとこのメーターについてお話をしていきたいかなと思います。最近の車だと、まあ、基本的にはね、デジタルだったりとか、アナログでも、中にいろんなモーターが入ってて、モーターで動くようになってたり、まあ、これもモーターで動くやつですけど、とか、あとは、まあ、基本的には液晶とかオプティトロンとかいろいろあったりとかしますけど、こいつはね、比較的そういう凝った作りのメーターではないので、中見ていきたいと思います。まずですね、メーター外してね、裏側ってこんな感じになってます。これ、プリント基板って言われるやつなんですけど、オーディオのところでも話したコネクターっていうので、ここに配線がつながって、信号が入ってきて、信号がそれぞれのメーターのところに行って、で、例えば、よいしょ。例えば、この、それぞれの反対側のね、このメーターのね、タコメーターを動かしたりだとか、スピードメーターを動かしたりだとか、あと燃料系、とか水温系とか。今、ギアがどの位置に、まあ、オートマだとね、オートマとか CVT だと、ギアがどの位置に入っているかっていうのを光らせて教えてくれたりっていうのがメーターですね。で、このプリント基板の、こう外すと、こういうふうに電球が入ってます。うわ、これ電球変えた方がいいな。これ電球が入ってて、で、これで、まあ、暗い時とかにね、ヘッドライトとかつけたりすると、これが光ってバックライトになったりだとか、あとは、ちょっと前にツイッターの方でも話題になってましたけども、チェックエンジンのランプとか、そういうのをつけたりとかするんですけども、まあこういう感じになってます。で、メーターっていうのは今ちょっと一つもう外しかけてたんで羽なんですけど、こういう感じでね、まずスクリーンって言われる透明のやつですね。で、次も、ここもね、久しぶり、メーターバラすの久しぶりだな。今回ね、何をしたいかっていうと、塗料が、プラモデル用の塗料が、だいたいどれぐらいの期間で変色するのかとか、要は今、自分が作ってる完成品っていうのは、基本的に、売った後はね、ちょっと、その後どうなるかっていうのがわからないので、どれぐらいの期間で変色するかっていうのもちょっと知りたいっていうのもあったりとかして、こういう感じで分かれます。で、これをちょっとね、塗ってね、どれぐらいの、あれで変色していくかとかっていうのを見たいかなと思ってます。で、こっから先はですね、バラせるんですけど、ちょっとバラすとあれなんで、どうしようかな、バラそうかな。このネジ全部外してあげてやると、これがポロって取れて、裏側が見れるんですよね。裏側見たいですよね。じゃあ一回切ります。ご視聴いただきありがとうございました。